よかった。開いた。で、ちょっとね、またいろいろ探して、びっくりさせるやつですね。薄汚れた本でね、どん。鍵を落としてしまった。大事な鍵なのに。あら、どうしようね。それ落としちゃったのは困りましたね。え、それだけ？どこかに鍵がこれで落ちてますよという、そういうことですね。わかりました。じゃあ鍵を。ってことはさ、ここでしか開いてないってことはさ、これ隙間がまだちゃんと全部取れてませんよ的な、そういうことだよね、きっと。隙間探しをしなければいけない的な、ことですが、そして、ついでに、あ、置いてきちゃった。置いてきちゃったんですが、隙間に関するメモ、あれってさ、ひょっとして今使うのかな？もしかしてだけども、ここに置いてきちゃったんですが、封印されし隙間のヒント、これって今なのかな？ダイヤブロックのある部屋のチェストの近く、これはもうやったのか。寝室のエンダーチェストの近く、これ寝室？これ図書室。え、待って、寝室まだ開いてないわ。ここだよね、寝室って。あー、じゃあまだなのか。他にもまだやるべきことがあるということですか？他にどこか開いたところがあるとかってあるかな？え、もしかしてさ、他のパターンもあるとかいう、そういうことですか？これもしかして。ありそう。え、これ、他のパターンを試せば、他の場所が開きますよっていう、そういうことだったりとか、したりする？だとしたら、とても大変なんですが、でも、ありそうな気がしてきた。ありそうな気がしてきた。ちょっと調べてみます。ちょっと調べてようかなと思ったんですがね、その前に色々見て回ってみたらね、ここ。パッと見で明らかに色が違うところがありました。ということでこれ、バボーン！あ、よかった。小さな鍵。落としたって言ったけど別に落としてはなかったね。これで小さな鍵が手に入って、寝室かな？多分これは。小さな鍵で寝室を開けません。開けないですね。玄関もしかして。玄関を開けません。え他にも、あ、でもなんかこっちの方にロックかかってた。これじゃない。図書室じゃなくて倉庫の方に、あ、ここもあるわ。開けません。あとは倉庫に開ける。これが、あ、開けた。寝室の鍵。よかった。これで寝室の鍵ですね。先に進めますね。よかった。まだ開いてないものが3つほどある。2つぐらいあるもんね。はい、寝室ですね。またなんか驚かすのありそうだから、皆さん気をつけてください。うわ。お。え。寝室のエンダーチェストの近くって言ってたけども、これでも開かないよね。エンダーチェストはまだ寝室、これまだ奥があるぞ。え、寝室開いてないじゃないですか。ちょっとこれ。え、嘘。これ外すことによってみたいな。失礼だ。え？マジで？先進めない感じ？まあ、あら、寝室開いたけど、でって言うって感じだ、これ。なんもないよね、他に。はーい。はい、ということでね、隙間のヒントで倉庫の天井付近的なのをちょっと見てみたら、ここにね、怪しいところがありました。多分これですよね。よいしょ、よいしょ、こっちか。ってことで、鉄ピッケル、鉄つるはしが手に入りました。赤いネザーレンガをね、壊すことができるらしいです。ってことで、赤いネザーレンガを探しましょう。そんなもの見かけたっけ、どっかで。これか。赤いネザーレンガ。赤いネザーレンガってなんだ？はい。赤いネザーレンガ見つけました。ここにあった。すごい時間かかった。よいしょーってことで。うっそー。マジで。なんもないけども、上に登れるようになったことでなんかできる。いや、もともと上には登れたか？もともと上には登れた感じはするから、こっち行けるからといって何かがあるわけではなく、真面目に？あ、これを変えるにはでもインゴットが欲しい。下からでもどうせ見れるわ。でもこれ変えるの合いそうだね。これ調略力上昇に変えてみたいなことはでもできないか。下に何もないもんね。だって。じゃあ、何も進まないのか、これだけじゃ。はーん。はい。どっか、あんのかな？他になんか、行くべき場所。ここ登れたりとかする？もしかして。ここ登れて、うんたらかんたら的な感じとかってあったりとかするかな？あ、いけた！ああ、なんかある。やった、不気味な。あ、なるほどね。じゃあ、これでこっち行け、これってさ、1、2、3マスジャンプ、あれ、4マスジャンプ。よいしょ。まあ、でもこれでこっち行けて、それでアイテムが、じゃなくて、なんて書いてあるかが分かる的な、そういう流れだったのかな。あ、いけたいけたいけた。よしよし。こっちとかになんかあったりとかしたらよかったんだけど、ないのか。これで R も同士ってことがわかるんだね。了解了解。それが分かったところで、だな、今のところな。よいしょ。この上の向こう側確認したいんだけど。この向こう側、あー、なんもないのか。はい、探してきまーす。はい、このね、倉庫のエンダーチェストの下、これ、シュルカーボックスですね。これで2個目のエンドポータルじゃなくて、不気味な宝玉がね、手に入りました。でも何か、これで追加されたかのカードかは、これわからないですね。はい。はい、めちゃくちゃ探しましたが、ここにね、ボタンがありました。2階のここに1個ボタンがあるので、これをちょっと押しています。ポチドナ。何の意味もない感じですか、このボタンもしかして。ほー、なるほど。あ、開いてる開いてるよかった開いた先に行けた。これで、ね、宝玉が揃うときに6室が見つか。あ、はいはいはい。宝玉が1個、2個。あと2個必要ですね。あと2個必要ですか。うそ。あ、マジですか。ホッパー付きトーク何も入ってない。残り2個ここら辺にあれば嬉しいんだけども。あ、なんかある、ここに。びっくりした。どこどこどこ。読めないな。雷鳴は金を呼んでいる。うわ、なんかおる。なんかここにおる。ちょい、地味に強い、地味に。ちょい、よいしょ、う待って、じゃああと2個、欲しいというか、ちょっと、どこから生まれてきてるのちょっと生まれすぎ。うわ。待って、これ無視した方がいいよ、絶対ね。あと2個の隙間を探しましょうっていう、そういう話です。ですよね、多分。その隙間を見つけてからが勝負。あ、待って、もしかしたらさ、私、チェストの中に入れた時にさ、エンダーチェストじゃなくて、エンダーアイって入れなかったっけ？ワンチャンそれで2個入ってるかもしれない、こっち。入れちゃったうん。はい。寝室のね、エンダーチェストの近くってのあったんで、ヒント。ここですね。ここに1個ありました。よいしょ。はい、これで3つ目ですね。あと1個だ。あと1個あれば OK。あれ？あと2個だ。あと2個だ。あと1個じゃなかった。あと2個ですね。ちょっともうそろそろ心が積みそう。まあ、また生まれてきた。ほい。これ生まれてくるの？これずっと生まれてくる気がするんだけど、これ。ちょっとやばい、ここいると。はい。倉庫の2階にやってきたんですが、ここにね、スイッチがあります。このスイッチを押す？まあ、糸とか置いて、このスイッチを押すことで、なんかできるんじゃないかな、的な、そういった感じのことを思いついたんで、はい。あー、開いた。よかった。これはロックされてる。小さな鍵でも開きません。金ブロックがここにあるね。で、なんもこれ取れない。かまどの中には何も入ってない。エンダーチェスト、こっちのかまどにも何も入ってない。ここまで来て何にもないってのはちょっと困るので、なんかあるよね、さすがに。まあ、あるはあると思うけども。ちょっと待って。うわお、あ、わ、お、うわーおーマジかマジかこれ、ロックされてるんだよね。小さな鍵じゃ開きませんよね。これさ、アイテムさ、消えちゃうわけじゃん。ああ、やっぱそうだよね。これが出てる時だけだよね。なんもなさそう。ボタンとかないかな？どこかボタン。天井にボタンはなさそう。ひえー、この奥、隙間、ないか。ないなー。はい。このね、途中の場所にあったこのシャンデリア。シャンデリアのとこですが、こっからこうやっていけて、隅っこからジャンプしながら右クイックをすることでね、4つ目のやつを手に入れることができました。あー、長かった。これで4つ目なんだけども、4つじゃ足りない気がしたけども、どうでしたっけ？とりあえず入れてみましょう。ポチッとな。やっぱりですね。はい。